はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、サムネ、タイトルにもありました通り、ソラナがイーサレムを超えていくという内容で皆さんにお話をさせていただければと思っています。で、僕はですね、具体的にどういうタイミングでソラナがイーサレムを超えていくかというと、次のバブル、今、この来る、今、このサイクルに来ようとしている、まあ、バブル及び強気相場の、その次のですね、強気相場で超えてくるんじゃないかなというふうに思っているの、もしくは、 この二つの強気相場の間のベアマーケットで大きくですね、ソロナがイーサルムに対して差を詰めたり、もしくはそこで大きく置いていく可能性もあるんじゃないかなというふうに考えてますので、これのちょっとロジックをですね、皆さんに解説をさせていただければというふうに思っています。で、その前にですね、今、 コインテレグラフからソロナが長期的にイーサレムの調整者になりますよというシグナムっていうですね、仮想通貨に関連したサービスを提供している会社があるんですけれども、そこの一応念のため、レポートもご紹介させていただければと思います。で、これによって、いろんな意見がですね、まああると思うんですが、どういったところのポイントを見て、ソロナがですね、非常にいいポジションにつけているかっていうのに、まあ解説にもちょっとなるんじゃないかなと思うので、まずはちょっとこの記事をご紹介させていただければと思っています。 はい。で、それがですね、この記事になっているんですが、中身をですね、簡単に見ていきますと、なぜこのソラナがですね、今後、このイーサレムと戦っていけるのかなんですが、金融機関がソラナ上で、現実世界の資産トークン化プラットフォームやステーブルコインを展開することを選択すれば、ソラナは長期的にイーサレムに真剣に挑戦する可能性があるというということが書いてあるんですが、今ですね、世界的にも有名な フランクリン・テンプルトンだったりとか、シティグループがですね、ソロナ上で、資新宅の発行を行ったりとか、あとは今後、ペイメントのシステムをソロナを使って開発をしていくってことをですね、どんどんやろうとしていて、ウォールストリートの巨人たちがソラナをですね、実際に使い始めるということが今起きているんですよね。で、プラスこれに加えて、ここ最近ですね、ミニムトークンの取引が非常に活発化していることによって、ソラナの方が 取引ボリュームがですね、多かったりとかしていて、かなりですね、チェーンのトランザクションの数だったりとかっていうところを見てみると、かなりですね、その中、いい感じでですね、追い上げてきている。もしくは超えてる日っていうのも、まあ、あるぐらいなので、かなりですね、そういった意味で注目を今集め始めているんですよね。で、これだけで本当に超えてくるのかっていうのもですね、皆さんちょっと考えたりもすると思うんですが、まあ、他ですね、どんなことを言われているかというと、 トークンのパフォーマンスを実際に見てみると、ソラナとイーサレムの対比で見てみるとですね、前年同期比で300%以上ソラナが上昇していて、2023年以降では、なんと対イーサレムでソラナが600%のパフォーマンスを見せているということで、どん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 追い上げているんですよね。つまり、 この差っていうのがどんどん小さくなっていって、そのうちソラナが追い越していくんじゃないかっていうふうに思っている人が、今マーケットでは増えてきているというふうに、まあ、言っても過言ではないんじゃないかなというふうには思います。で、他にもですね、いろんな観点があるんですが、こちらにもあります通り、最終的にソラナが長期的にインサリアムに成功折りに挑戦するためには、未来の技術サイクルを形成し、市場の創造力を捉え、 広範囲な採用を促進する、画期的な分散型アプリケーションの誕生の場が必要となるというふうに書いてありますで。具体的にどういう意味かというと、今ですね、ソラナが盛り上がっている大きな理由って、今申し上げた通り、m e a トークンだったりしますよね。で、こういったことではなくて、実際にもっともっと多くの人たちが DeFi をソラナ上で使ったりとか、まあ、あとはですね、ペイメントでより多くのトランザクションをですね、今後実際に発生していくことによって、 ソラナが本当に、本当の意味で戦っていける土壌に上がってくるんじゃないかなというふうに言われてます。つまり、まだまだですね、やっぱりちょっと、虚構のちょっとトランザクションみたいな、まあもしくはそのファイナンスのベッティングみたいなところがですね、まあ非常に空ナも大きかったりもするので、 実際のエコシステムの価値としては、イーサリアムの方が非常に高いんじゃないかってことですよね。でこちらにもあるんですが、イーサリアムはネットワーク上の経済活動と、それに伴う収益からその価値の大部分を得ている。これは成長利益、キャッシュフローが評価されている株式に似ており、デジタルゴールドの概念よりも伝統的な投資家にとって理解しやすいとしているということで、よりですね、イーサリアムの方が、まあ、ある意味、今の このエコシステム上での、まあ一般的な、まあもろもろの経済活動から、このエコシステム自体、イーサがどれぐらいの価値かっていうのを、まあ計算しやすいっていうふうに言ってるんですね。で、今のこのソラナの状況に関しましては、まあやっぱりですね、いつこのミームトークンの取引っていうところが、まあ落ち込んでくるかわからないですし、マーケットがですね、冷え込んでくると、まあこのあたりのアクティビティに関しては、 火に冷え込むので、まあそういった意味では、本質的なエコシステムの成長っていうのは、そのまままだまだなんじゃないかっていうふうに思われているということが、ここでもわかると思います。はい。で、これはですね、これでわかってはいるんですけれども、じゃ実際にですね、いろんな数値ちょっと見ていきましょう。これは、まあオンチェーンのデータをですね、見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、トータルバリューロックと、もうこれは、オンチェーンの世界に今ですね、どれだけの金額があって、 どれだけイーサレム、そしてソラナにお金がロックされているかっていうのをですね、まず見ていきましょう。で、これがダイレクトに価値に反映するっていうわけではないんですが、まあ、参考情報として見ていただければと思ってます。で、全体で82ビリオンぐらいですかね。え、約日本円で言うと、えー、まあ、簡単に言うと10兆円以上ですかね。あ、すみません。えっと、まあ、そうですね。10兆円、まあ、ちょっと超えるんですけど、12、3兆円ぐらいの規模になってますと。 イーサイムそれってどれぐらいかっていうと、もう半分をですね、超える45ビリオンぐらいですね。なので、大体7兆円ぐらいになっていますと。じゃあ、ソラナはどれぐらいかっていうと、なんとですね、まだ5ビリオンなんですね。なので、ソラナとイーサイムと比べると、TVL 自体は大体、まあ、もうちょっとあるんですけども、10分の1ぐらいというふうに、まあ、簡単に言っても、 え、過言ではないんじゃないかなというふうに思います。なので、TVL という観点で言うと、まだまだイーリアムの方が大きいっていうのは、これにもわかるかなと思います。で、もう一個ですね、重要なものとすれば、まあ、あとはですね、まあ、あえて見るとすれば、ま、いろいろ見るのがあるんで、あるので、え、これが正しいっていうわけではないんですけれども、まあ、ステーブルコインとかで見てみると、え、規模のですね、違いっていうところも大きく見えてくるんじゃないかなと思いますが、全部のステーブルコインの発行枚数っていうところで言うと、 172ビリオンになっていますね。はい。で、このうちですね、イーサレムがどれぐらいかというと、84ビリオンになっています。で、全体が172ビリオンなので、だいたいこれも半分ぐらいがですね、イーサレムになっています。で、一方でじゃあ、ソラナどれぐらいかというと、なんとですね、3ビリオン、まあ4ビリオンぐらいかな、になっているので、イーサレムと比べると、 なんとですね、20分の1もないっていうような、まあ、今現在にはなっているんですよ。で、これを見る限り、本当に次のバブルのタイミングぐらいでですね、ソロナ逆転できるのかっていうのがですね、非常に疑問に思う方も非常に多いんじゃないかなと思いますが、皆さんは実際どう思いますかで、そもそもですね、なぜイーサーレムがこんなにも tvl 高いのかっていうのもちょっと見ていきたいと思うんですよね。まあすごく重要なポイントだと思うので皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、まあ e s a r って45ビリオンありましたよね。で、中身どんなのかっていうのをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、はい、こんな感じになっていて、ライド、アイゲンレイヤーで他には、まあ、アーベーとかもありますが、えっとイーサファイとか、まああとはロケットプール、これもリキッドステーキングですね。で、他にもバイナンスステークとイーサー。 で、え、イーサナもですね。まあ、イーサナはちょっと違うかな。まあ、これぐらいあるんですけれども、非常に多くの TVL が、なんとイーサレムをロックして、今、マーケットにあるということですね。なので、ほぼすべてっていうのはちょっと言い過ぎですけれども、かなりの大部分は、イーサがロックされて、イーサレム上で TVL を稼いでるというような状況にあります。で、皆さん、イーサレム持ってますか僕、持ってるんですけど、 持ってる人、このままイーサレム持ち続けたいと思いますかで、なぜ持ってますかイーサレムを。僕はですね、イーサレム持ってる理由に関しては、やっぱりエアドロー活動っていうところが一つありますよね。で、これで僕も、12月ぐらいまで今、ほぼ全てエリクサに入ってるんですが、エリクサに入れて、これでですね、エアドローをもらおうというですね、根端で、 え、持ってるわけなんですよ。なので、今となってはですね、もうちょっと別に正直イーサレムを持っていたいわけではないんですよね。で、できればイーサレム、もうちょっとですね、資金抜きたいなということすら思ってます。はい。え、なんならですね、えー、エリクサーのエアドル放棄しても先に売っとけばよかったなっていう風に、まあ今ちょっと思ってるぐらいですね。えー、ちょっと前まで3,500ドルぐらいまで上がってたじゃないですか。もうちょっと上がってたかな。 まあちょっと3500ドルぐらいまで上がっていたタイミングがあったんですが、もう今となっては2400ドル近辺まで下落してますよね。で、やっぱり今のですね、市場環境を見てみると、もう圧倒的にイーサーのパフォーマンスが、例えばビットコインとかソロノとかと比べると悪いですよね。なので、まあ、やっぱりちょっとイーサーでも厳しいなっていうふうに正直僕思ってるんですよ。で、皆さんも思ってませんかそして多くの方が実際思ってるんじゃないかなっていうふうに僕は考えてます。 で、そう考えている人たち、どうしたいと思いますか僕はですね、次の強気相場が来た場合、多くの人は、イーサリアムをですね、売るんじゃないかなと思うんですよね。で、イーサ去ムを売る、イコール、この TVL が減る。そして、そのお金がですね、僕は、まあソラナだったりとか、他のエコシステムに流れてくるんじゃないかなというふうに思っています。で、この大きなリギットステーキングや、 リステーキングのすごくダミっていうのが、まあ今回というかこの約1年ぐらいですかね。まあ1年とか1年半ぐらいの間ですごく来ましたよね。で僕も実際すごい大部分の資金をイー e ムにロックしていたんですけれども、やっぱそのみんなおそらくエアドロ狙いでお金を入れてたはずなんですよね。で、そういうことをやっていた人たちっていうのはおそらく僕と同じように資金を抜きたい。 で、じゃあ、いつ抜くか大きく上昇しているときに抜きたいですよね。で、プラスもう一個考えておかなきゃいけないのは、今、これロックしているイーサレムっていうのは、引き抜くときにですね、まあどういう形態でロックしているかにもよるんですけれども、即時イーサレムに換金できるものもあれば、一週間ぐらいですね、かかって抜くっていうことをですね、しなきゃいけないものもある。つまり、抜くまでに時間がかかるものっていうのが、 かなりの部分あるんですね。特にこのアイゲンレイヤーに入っているものっていうのは、引き出すのにね、確か1週間ぐらいかかるんですよ。ね、リキッドリステーキングであれば、まあ、ただ単にトークスワップすればいいだけなんですけれども、まあ、ステーキングするものっていうのは、まあ、そういう仕組みになってるんですね。つまり、このアイゲンレイヤーに入っているもの、プラスこのライドに入っているものもですね、まあ、スワップもできるんですけれども、まあ、 基本的に引き抜くっていうことをステーキングでするようであれば、1週間だったかのライドはちょっとどれくらいあったか覚えてないんですけども、まあとにかく時間がかかるわけですよ。で、そうすると、もし下落相場が来た場合、何しますか多くの人は、もしくはプロのトレーダーの人たちっていうのは、おそらくですね、先物でヘッジ、もしくはオプションマーケットでヘッジをすると思いますと。で、そうするとですね、どういうことが起こるかっていうと、 え、引き出しの間、引き出しを待っている、例えば一週間の間に、先物のポジションを入れますよね。でそしたら、どん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 先物ベースで大きく下がっていきますと。で、先物で大きく下がっていけば下がっていくほど、レバレッジポジションを取っている人たちが、まあ、られますよね。で、そのタイミングで、またですね、え、例えば手元に現物が戻ってきたら、先物ベースでは買い戻すんですけれども、また大きく暖房するっていうのが、あの、至るところで、 まあ、起こるわけですよ。もしくは、もう即、即刻ですね。手元にイーサーが戻ってきた人たちに対しては、えー、まあ、そ、即ですね。イーサーを現物で売るっていうことを、まあ、今後、次のギャラック相場ーーでは、僕、するんじゃないかなと思うんですね。で、そうすると、このイーサリアムの巨大な TVL っていうものが、大きく大きく、僕は減少していくんじゃないかなというふうに思います。で、特に今回、ビットコインと比べてイーサリアムのパフォーマンス、もう、あまりにも悪すぎましたよね。 イーサレムを今後本当に例えば投資として持っておこうっていうふうに思う人がどれぐらいいるのかっていうのは今のパフォーマンスを見ている限り僕はですねちょっと疑問かなというふうに感じていますし僕自身はイーサレムを長期的に保有したくないんだと正直思いましたでもしそういう人が多ければ今言ったような連鎖的な売りがですねイーサレムに 今後入るんじゃないかなと思いますし、まあ、そういった入ったお金っていうのは他のエコシステムに流れていくんですよね。で、その流れていく先に関してはまあ色々とあると思うんですけれども、非常に多くの部分がソラナだったりとか、もしかするとスイとかアプトスとかに流れていく可能性があるんじゃないかなというふうに思います。で、そこの筆頭候補が僕はソラナだと思うんですよ。で、今、ステーブルコインがですね、非常にイーサレムと ソラナで大きな違いがあったと思うんですけれども、ここの差っていうのもかなりですね、大きなギャップを今後埋めてくるんじゃないかなというふうに僕は実際に思います。で、ステーブルコインのですね、運用の利回りに関しても、イースタリアムだとですね、3%から5%ぐらいだったかな。ちょっとすみません。最近見てないんであれなんですけれども、それぐらいと。で、ソラナであれば、今ですね、だいたい7%以上、高い時だと8%弱ぐらいかな、今はもう、あの、回るんですよね。 で、こういう意味でも、やっぱり、イーサレムよりもソラナの方が、いろんな運用をですね、していく上で、非常にいい環境っていうのが、今はあるわけですよ。で、これがもしですね、大量に資金がソラナの方に流れてくると、また、イールドはですね、関係性が変わってくると思うんですけれども、まあ、やはり多くの人がソラナの方に資金を流していく可能性は僕はかなり高い確率であって、そしてそれが、大きくですね、ソラナとイーサレムの差というものを縮めて、 え、いくんじゃないかなというふうに思います。はい。で、どうでしたか今聞いて、ああ、なるほど。それはないだろうというふうに思いましたかもしくは、そうだよねっていうふうに思いましたかえ、これぜひ皆さんにですね、ご意見をお伺いしたいんですけれども、ポイント2つあったと思います。え、次のベアマーケットのタイミング、もしくは強気相場のタイミングで、イーサレムから資金を抜きたい人っていうのがたくさんいることによって、大きくパフォーマンスを 悪化させるのがイーサ r e ムなんじゃないかなというのがまず一つですね。で、もう一つはそこから抜けた資金というのがソラナに大きく入ってくる可能性が高いんじゃないかということを僕は、まあ、提言力ですね。まあ、考えてますと。で、今ですね、えー、もちろんソラナよりもイーサ r e ムの方がまあビルダーの数という意味ではイスラ r e とか EVM ですね。という観点でビルダーの数というのはですね、 大きいんではないかなというふうに思うんですけれども、やっぱりソラナの方がプロダクトの質、プロダクトの UI とかっていう観点で言うと、すごくですね、高いんじゃないかなというところと、あとはですね、今後ソラナがペイメントだったりに使われてくるケースっていうのがですね、今後どん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 増えてくるんじゃないかなというふうに思っています。で、これまではですね、EVM を中心としたペイメントのエコシステムっていうのは、まあ、少しずつ出来上がってきていたんですが、まあ 今回のブレイクポイント9月以降ですね、もう本当に至るところで、ソラナの至るところで、ペイメントのですね、まあいろんなイベントだったりとか、実際に非常にたくさんのプロジェクトがクレジットカードを出したりとかですね、してきますと。で、さらには、このソラナというコシステムでは、ソラナのですね、電話が今後どん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 出てきますよね。で、おそらく今後これを使うことによって、 え、モバイルベースで、え、クリプトでですね、お金を払えるようになったりとか、ま、今後どんどんしてくるんじゃないかなと思うので、よりこのモバイルが広がることによって、え、ペイメントのソリューションという観点でもソラナが大きく使われていくようになるんじゃないかなと思います。で、ソラナのですね、モバイル2、まあ、第2弾に関してましては、 え、シーカーっていうふうに呼ばれていて、かなりですね、かっこいいデザインになってはいます。で、今後もっともっとスペックだったりとかデザインっていうのは改善されてくると思うんですが、これがですね、来年の頭多くの人たちの手元に取ることによって、ガラッとですね、マーケットでトランザクションの数だったりとか、まあいろんなものがですね、ガーンと変わってくる可能性もあり、かつそのぐらいのタイミングで、ファイアダンサーっていうですね、今、ノードの バリデータか、バリデータに関連する、まあ、いろんなその仕組みというかテクノロジーがですね、導入されることによって、もっともっとソロナが早く、そして安く、トランザクションをですね、することができるようになるので、そういった大きなトランザクションの数の増大っていうところに対しても、対、えー、かつ優位性がですね、他のエコシステム、特にイーサリアムに対して感じられるようになるんじゃないかなと思うので、これですね、本当大きなチャンスが、 え、ソラナには来ているんじゃないかなというふうに思いますし、トランザクションの数がいきなりボーンと跳ねることによって、え、れはですね、ダイレクトにソラナの価値っていうところに反映をですね、されていくんじゃないかなと思うので、え、次のブルーマーケットまで、まあ、次のっていうか、ま、今回、次のっていう意味の、次のブルーマーケットで待たずしても、大きなこの、少なくともトークンのパフォーマンスっていうところは、 出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、非常に楽しみにしていただきたいなというふうに、僕はですね、えー、感じています。で、僕はですね、まあそういった、このシフトっていうところを、まあ、ある程度鑑みて、どん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 ,どんですね、今、ソラナから、まあ、すいません、イーサレムからソラナに向けて、ポジションの移動っていうのを行っていて、もうですね、EVM 上よりもソラナ上のアセットの方が今、もう大きくなっています。なので、 自分が持っている資産というのは、まあこれもちろんステーブルコインもあるんですけれども、大部分を EVM からソラナの方に移して、ディファイができるようにしておいたりとか、あとはステーブルコインでですね、ま運用して、まあ将来的にどっかで投資するように、まあ投資っていうのはもう既にディファイでも運用しているんですけれども、トークン何か買ったりとか、まあそういったことにですね、使おうかなというふうには考えたりはしてますね。 はい。なので、まあ今ですね、いろんな投資機会、ディファイの投資機会とか運用機会を見てみても、圧倒的にサラダの方が、まあ、僕はですね、利回りっていう観点でも、もしくはプロダクトっていう観点でも、えー、いいのかなと思っているので、えー、もっともっと多くの人がですね、えー、ソラナに目を向けることによって、この速度っていうのは加速していくんじゃないかなと思いますし、まああとはそういった本当にいいプロジェクトってどんなのがあるんだよっていうのをですね、えー、皆さんにこのチャンネルを通じて、えー、もっともっとお伝えをしていきたいかなと思っているので、 ぜひですね、そういったところも楽しみにしていただければなというふうに思います。あとはですね、もういろんなファウンダーの方のインタビューというのがですね、決まっていまして、そういったものをですね、10月の後半ぐらいからかな、ちょっと続々と出していけたらなというふうに思っています。まあ年末までに、あとは毎週毎週っていうのはちょっといかないんですけれども、2週間に1個ぐらいちょっと出せたらいいなと、まあ、個人的に思っているだけなんですけれども、まあ、そんなペースで。 えー、結果的にはいけるようにしていきたいですし、おそらく来年についてはもっともっとそういった機会が増えるんじゃないかなと思うので、えー、ぜひですね、皆さん期待していただきたいですね。あとはですね、えー、来週ぐらいかな来週ぐらいから1ヶ月間ですね、ドバイの方でソラナのファウンダーズビラというのが開催されます。これは世界中からソラナのディベロッパーがですね、ファウンダーたちが集まって、えー、一緒のですね、この、まあ、スペースというか、 一つの家じゃないんですけども、まあ、いくつもの、まあ、ビラーっていう、まあ、いわゆるその一軒家ですね。が本当に、あの、何個も何個もあるところでえ、みんなでですね、泊まって、えー、ビルドをですね、増、ま、したりとか、ネットワーキングしたりとか、まあ、進行を深めながら開発をして、で、え、途中にはですね、ワークショップやったりとか、まあ、いろんな方がアドバイスをですね、えー、しあったりとか、まあ、そんな感じで、まあ、高め合うみたいなですね。 えことをですね、1ヶ月間やるんですけれども、まあ、そこでも何かしらのちょっとインタビューとかできたらいいなというふうに個人的には思っているので、まあ、ちょっとですね、いつもは時間をインタビューして、動画を出すまでに時間かけすぎているなというのはちょっと正直感じてはいたんですが、まあ、それをできるだけスピーディーに出していけるように頑張ってやっていきたいかなと思っていますので、まあ、そういったのもですね、楽しみにしていただけると嬉しいかなというふうに思っております。はい。 え、ひいきすぎるような今回回ではもちろんあったと思うんですけれども、まあそれだけの潜在能力をですね、秘めているチェーンエコシステムだというふうに僕は思っています。で、これ以外にももちろん水移だったりとか、まあ、他にもですね、今非常に注目を集めているエコシステムあると思うので、そういったところもですね、まあいろいろと皆さんにお伝えできたらいいなというふうには思っています。まあ、水移だったりのとかの え、ファウンダーがですね、あまり正直ちょっとなかなか会わなくてですね、あの、会わないっていうのは会いに行ってないからではないと思うんですけども、なかなかちょっと会う機会がないので、まあそういったインタビューとかまでこぎつけられてはいないと思うんですが、え、いいプロジェクトがあれば積極的に皆さんにですね、お伝えをしていけたらなと思いますので、今後ともですね、ぜひこのチャンネルを応援していただけると嬉しいです。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。